こんばんは、サムゲタンです。今回はアルケランドのフォーメーションについてちょっと触れようと思います。はい、レベル35かな、キャラクターのレベルになった時点でフォーメーションというものがアビリティで解放、取れるようになりました。はい、こんな感じ、習得済みとなってるけど、もともとここレベルの制限で、例えばレベル45必要とか、必要レベル40とかみたいな感じで、フォーメーションっていうものに関してはレベル35ってなってたと思います。はい、でこれ取得をすると、ここ読んでもらうと、今シャーロットのアビリティで、シャーロットとガーディアン、プリースト各1体以上編成で効果発動として、なんかかなりいろいろ付与されます。味方全員の仏光、仏防、魔光、魔防プラス 10%、 そして対象がバフ状態でないとき光線中ダメージプラス 10%。 はい、でステータスアップもこういうふうにくっつう感じ、かなり強くなる感じになります。で、まあ、フォーメーションっていうのは使えるようになってると、アビリティ取得していると、画面の右端にこんな感じでフォーメーション画面出ます。はい、で今現在フォーメーションを設定、まあ、取得してあるのがリチャードとシャーロットになります。シャーロットはさっき見てもらったこの内容で、リチャードの方は、まあ、この内容、まあ、キャラクターによって違うってことだと思うんだけど、まあ、ここは一緒かな、シャーロットと。でプラスでつくのが、周囲2マス内に味方がいるときダメージプラス 10% っていうのがあります。はい、でここは選択してこの戦闘画面で装備する感じになります。例えばリチャードに変わるんだったら変更ってやるとこんな感じ。ただしこれフォーメーション完成していません。完成している場合っていうのは、ここのアイコンがハイライトされて、もう一回シャーロットに変えると分かりやすいと思うんだけど、はい、この状態だと発動している状態で、もう一回リチャードに変えて発動していない状態だと光ってない。で、このままちょっと出ようとしてみます、主人。すると、こうにちゃんと警告出てくれます。まあ、なんか邪魔かなって最初思ったんだけど、あ、まあ、これで表示しないもできるのか。まあ、ないと結構忘れてしまうこともあったりするので、はい。で、じゃあ逆に、これ、リチャードの場合だと、メイジとアーチャーが揃っているボッケなので、アーチャーはエリカがいるので、メイジ、ちょっとノラを入れてみます。はい、そうすると、こうやって光って出られるようになる。あ、ちょっとあれだ、これまだ試してないけど、もう一人ノラも、そうだ、取ったんだ。ノラの場合は雷属性2体以上編成で効果発動ってなってます。だから今だとリチャードも雷なので、リチャードとノラの2人で発動できるってことだ。味方全員の仏光、仏防、魔光、魔防プラス 10%、 ここは全部一緒なのかね。アクティブ攻撃時開始率 15%。 じゃあちょっと初めて1回も使ったことないのでこっちにしてみます。あ、違うか、3体必要なんだ雷が。じゃああえて入れてみよう。倒せるかな、俺が導く。倒せなそうな気がしてきた。まあせっかくなんでこれ言ってみます。まあ普段がどんなもんかってのが俺自身すら把握できたので、これを見たところで、あ、強くなってるねとかっていうことにはならないと思うんだけど、しかもあれじゃん、まずい、敵炎じゃん。何も考えずにやってしまった。まあとりあえずやられようが構わないので、このままやってみます。まあ各数値、攻撃、防御に関して、物理、魔法両方とも 10% ずつプラスされているので、相当強化されているはず。もう一つが何だったっけ、内容、もう一個追加された内容覚えていないけど、まあとりあえずあんな感じで戦闘の開始時点で設定ができるので、で警告も出るので、そう、効果発動していない時にはちょっと構成を見直すとか。なのでまだあんまりピントは来ていないけど、フォーメーション使えるものをそんな複数に取ってあっても逆に悩んじゃうかなと思ったけど、それ取れるようなら取っておけば、あの上中下の真ん中のラインなので取っておいて問題もないと思うので、取っておくと今回みたいに3フォーメーションあって、今回の敵のまあ属性だとか、まあ、そういうの考慮して選びやすくなるかなとは思います。あ、まあなんとか出せてよかった無理やりご利用して。はい、ということでこんな感じでアルケランドの動画、まあ気づいたもの、特別知識があるわけではないのであれなんだけど、何か新しい機能とか解放された時とか、あとは一応無課金でやってるので、そのあたり何かの参考になればと思います。よかったらチャンネル登録、フォローなどお願いします。はい、ではまた次回配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。